おはようございます。おはようございます。なんと、今ですね、ケニアのイテンにやってきていますが、今日が最終日でございます。はい。まあ、結構長い期間ね、いましたけど、あっという間に終わりましたね。はい、あっという間でしたね。はい。で、今から朝練習があるんですけど、ファルトレックっていう練習があって、それがですね、今からやるんですが、ちょっと飛行機の時間が、間に合わなくてちょっと一部だけしか参加できないんですけれども、はい、朝ちょっと走ってからすぐもう移動しようかなと思っております、はい、練習はどんな感じなの？ファルトレックって1分早くダッシュしてで1分めっちゃ落としてみたいなのがずっと続くみたいな、はい、それが確か25セットやるみたいな 25? あ感じだったんだけど多分ね、はい、昨日の話ではだからそれをちょっとまあ本当一部なんだけど、はい、参加するということでサムジョーはじゃあ1セットだけ参加ってことで、そうですね、時間がちょっとないんでもうあと1時間後には出ないといけないんで1時間後に出ないといけない40分後に出ないといけない40分後に出ないといけなくて、はい、なぜかその練習朝練習に参加するどうしても行きたくてどうしても行きたくて本当はダメじゃん、はい、あと40分後なのに、はい、だけど行こうかなと思います。はい、OK です。じゃあ頑張ります。はい、ケニア、ありがとうございました。ありがとうございました。僕はちょっと、じゃあ2分だけ参加します。全部行ったら、はい、50分ぐらいなんですけど、はい、きっと2、30分しかかけたことがなくて、あ、そうなんですか。2、30分だったらギリ間に合ってるんですか。2、30分だったら、はい、ギリもついてすぐ背負っていくなら、練習着のままバスに行こう。最悪飛行機じゃなくて、車で帰らせるんで全然大丈夫です。めちゃめちゃ時間かかるやん。いやでも田中選手本当5日間ありがとうございました。本当ありがとうございました。いやまた今から練習だと思うんですけど、これからも応援してます。あと1週間ぐらいですね。そうですね、1週間以上か。1週間でき、はい、北海道で長いと思うんですけど、はい、今後いろいろ海外とか、はい、進出していくと思うんで、あ、はい、ケニアの経験とか、そうですね、生かしていただけたら、いや、本当にめちゃめちゃ行きます、これは。本当ありがとうございます、この機会をいただけて、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ今日頑張ります。はい、2分頑張ります。うわ、来た来た来た、怖いニャイロニャイロ、おはよう。ニャイロ、おはようございます。昨日ありがとう。ニャイロ、助けてくれて本当といたしまして、はい、今日はニャイロはあれですか、ん、何、今日は男子チームですか。はい、今日は今競技そのまま体、あ、温める、お、ウォームアップ、オッケー、ウォームアップ、ウィズ、ウィズ、ウォームアップで、ウォームアップ、あ、じゃあウィズウォームアップ。いやいや、くわ、わかりました。イエーイ、アップしてきます。イエス、イエーイさあ、続々とね、来ましたね、人が集まってきました。集まってきましたね、うん、エリューの、おー、ハロー、ハロー、アイムタムジョー、じゃあなた、あ、ジャパニーズランニングユーチューバー、グッド、おー、センキュー。 NN のマークがかっけーな、足がかっこよすぎる。ジョナサン、東京マラソンエリューが勝った時のペースメイト。えー、そう、1:45 レンス in seconds 40:20 times 10 40 seconds fast, 20 seconds recovery times 10. My suggestion, we do 15 1:15 and done. That is half an hour and we come back. Anyone else with a different better suggestion than that? No? So, let's start pole pole then. Good, we go.ニャイロ頑張って。頑張ります。はい、え、焦らないの？僕は2分だけ、2分だけ、行って早くなって終わります。帰るんで。ありがとう。はい。
始まりました。さあ、最初遅いパートです。こっち女子チームです。さあ、かなりペース遅いですけど、こっから上がるんですかね。1分経ったらめちゃめちゃゆっくりだな。本当にもうキロ6分半とかっすね。今相当ゆっくりだ。めちゃくちゃ人数多いな。すげえ人数だ。さあ、始まりましたファルトレック、まあ、僕は本当ちょっとしか参加できないんですけど、当初は1分1分を25セットやるみたいです。もうそろ1分です。始まったやばい始まりました。こういうことが。よし、早い。ペースアップ。3分10。しかも上りで。オッケー。1分、はあ、きつい。まもなく始まります。始まった。早い。パス。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。めちゃめちゃ早かった。まあ、どこまで行けるかチャレンジしたかったんですけど、ちょっと、まあ、さっきも言ったように飛行機の時間が結構ギリギリ迫ってるんで、もう出ないといけなくて、ちょっと残念ながらなんですけど、はい、もう行きます。多分もうちょっとしたら女子チームも来ると思うんで、女子チームもちょっと最後田中選手走ってると思うんで、それ見て応援して帰ろうかなと思います。いやー、行きたかったけどね。あ、女子来ましたね。女子チームやってきました。田中選手は真ん中の後ろら辺にいますね。
ちゃん頑張って、ありがとうございました、ありがとうございました、頑張れ。さあ最後見届けました。ちょっと本当は僕走るんだったら女子の方でファルトレックやろうと思ったんですけど、女子も結構速そうっすね。はい、ここから田中選手も多分集中して全部行くと思うんで、まあ、ファルトレックが全部ついたことないみたいに言ってたんで、今日かなり気合入ってたと思います。僕もこのケニアでの経験生かして、また日本帰っても頑張りたいなと思います。マジでここから強くなります。見ててください。じゃあ帰ります。飛行機やばいんで帰ります。タムジョー YouTube。 さあ天からアイロビに向かってます。さあ、ということで、移転からナイロビやってきました。ナイロビ来ました。はい、ここは外の中で、うん、ただ荷物乗ってる感じ。そうそう、さあ、ということで、今移動してきてね、とある、まあ、建物にやってきました。なんか目の前のさ、いつか崩れそうだけど、あれ蹴ったら全部崩れる。すげえ、めっちゃ一望できますね。あれプリズムタワーかな、おー、アッパーヒルの場所ですかね。あ、違いますか。あれ何なんだろう。めっちゃ高いな、ね、うん、この後ね、まあ何か所か観光していくんですけれども、ちょっとね、いろいろと撮影していきたいと思います。さあ、ということで、ケニアの国立競技場にやってきました。なんかこれエチオピアのあれじゃね。エチオピア、ケニアじゃない、ケニアか、ミスター。なんでエチオピアなんて。はい、ということで、中どんな感じなんでしょうね。いや、なんかさ、めっちゃさ、なんか思ったよりもちゃんとしてる。めっちゃしっかりしてる。普通になんか国立競技場だから、やっぱりここが国立なんだ、うん、これでオリンピックやんの。ここでオリンピックっていうか代表選考とかするんじゃない。うん、ここで多分あれだよ、ケニア選手権が行われるんじゃない。うん、これ多分ナイロビで。ナイロビで。お、めっちゃ立派じゃん。え、すげえ、めっちゃ立派な競技場なんですよ。すごい。しかも全部あれじゃん、席あんじゃん。うん、めっちゃ一周あるっていうのは相当だよ。カシャノハみたい。わー、すごい。ここがケニアのナイロビの陸上競技場ですね。タータンもまあ残ってるというか、でもまあタータンも結構綺麗、うん、綺麗。イテンのさ方がさ、うん、結構砂利、多分本当にイテンとエルドレッドって田舎なんだろうな。あ、ナイロビは、まあ、まあ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 、うん、すごいいっぱいいるな。テンション上がるね、これは。短距離もいった、短距離もいる。タムジョー YouTube。お昼ご飯を食べに来ました。チキンじゃん。そう、結構ローカルなお店みたいです。雰囲気やるね。うん、すごい。いや、めっちゃお腹いったな。めっちゃ腹いった。うがりだ、うがり、うがりだ。すげえ、うがりこんな感じなんだ。ちょっと今日はうがり食べようかな。うでかっ。それは食えない、それは食えない。それは食えない。でかい。ピラフ、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 ビリヤニ。うん、あ、ディスワン。基本ご飯、野菜、野菜、肉、あ、や、あ、ディスワン。Thank you。さあ、ということでお昼ご飯です。これでなんと350円。安い、相当安い。まあ安くても味がどうかっていうのが大事だね、うん、味の方ぜひいただければ、はい、いただきます、いただきます。
日頃ご飯。ご飯。行きましょう。ビリヤニみたいな。結構パラパラっすね。パラパラ。タイ米だからね。なんだろう。でも、なんか味は、まあ、そんな濃くはない。あ、濃くはない。濃くはないけど。結構濃そうだけど。牛肉、うん、牛肉。肉めっちゃうまいわ。いや、肉うまい。肉うまい。やばい。これって何なんですか？このサラダ。キャベツ。キャベツ。なんかあったかいキャベツ、ね。あったかい。でも味もくれてる。これでお腹いっぱいになりそう。はい。じゃあいただきたいと思います。さあということでね、今キベラスラムというね、スラム街にやってきました。さすがに降りれないもんね。これはね、相当治安悪いってことですよね。やば。これ人住んでないってことだよね。人住んでんだよ。住んでる。これがキベラスラムという世界最大級のスラム街です。人が住んでるし、もう屋根。人工的に頑張って作ったみたいな感じなのか。さあということで来ました、街に降りましたが、はい、ここにでかい絵があります。キプチョゲの像ですね。像というか絵画、絵ました。No human is limited。 時間書いてあるね、時間、うん、あの伝説の2時間切りね。すげえ、めっちゃ似てる。俺が書いた。大丈夫か。さあということでナイロビ観光ね。街のなんか至る所にさ、キプチョゲ選手のなんか看板とかあったよ、ね。うん、それぐらい英雄ってことか。まあ、日本でいうとこの大谷翔平、もはやケニアでいうそれ以上ってことだよね。まあそっか、それぐらいの、だってみんな知ってる人だって、キプチョゲは。じゃあキプチョゲの絵画ということで、次もしケニアに来る機会があれば、ぜひ実本物と本物、はい、会いましょう。本物と会えたら最強だよ、はい、じゃあまたな。また来るわ。はい、ということで、無事日本に帰ってきました。いきなりみたいな感じだと思うんですけれども、実はあの後熱出ちゃいまして、はい、ちょっとね、あの動画を撮れる状況ではなかったので、まあそれ以降がね、あの回せてなくてという感じでね、まあでも、こう、今日本に無事帰ってこれたということで、まあね、あの感想を最後、話してね、終わりたいなというふうに思っております。いや、もう本当にね、まあ約10本ぐらいケニアの動画上がりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか？ね、あの、たくさんの反響もいただいて、もう僕としても貴重な経験になったしね、めちゃめちゃ、ね、行ってよかったなと思いました。やっぱりね、あの記事とかさ、まあいろいろね、ケニアのこととか、ね、書いてあるものとか読んだりとかね、見たこともあったんですけど、やっぱ実際に行ってみないと気づかない部分とか、まあ、いろいろあって、まあ、標高2400だけど気温が高いんだとかさ、あとはね、タータンだけど、あのスパイクのピン全然刺さんねえじゃんとかね、あ、こういう環境でやってんだとか、あとはご飯も、いや、言ったより全然食べれるし、美味しいじゃんみたいな、とか、そういうのは、やっぱ本当に行ってみないとわかんないし、本当に貴重な体験になりました。まあね、あの、田中希実選手の合宿に参加ということだったんですけれども、やっぱ一人じゃどうしても行きたくてもね、なかなか行けない状況だったので、はい、この機会をいただけて本当に感謝しております。まあね、たくさんの方に支えてもらって、はい、なんですけれども、まだまだやれることがね、実はたくさんあったんですよ。はーい、あの、僕、イテンにいた期間が約1週間もないぐらいか、だったんですけど、まあ、もっとやりたかった練習とかね、あとは会いたかった人とかもいたんですよ。だから、もうちょい期間がね、長ければ、まだできることたくさんあったな、みたいな、いうふうに思ったりだとか、まあ、あとはね、自分の練習でもね、ちょっと、できなかった部分とかね、あったので、もっと力つけて、なんか、もうまた機会があったら、あの、もう一回リベンジしたいなーなんていうふうに思っております。まあ、また違う映像もね、たくさん撮れると思うので、はーい。なので、まあ、でも、できる範囲内でもあんだけ濃い、動画を撮ることができたので、本当にね、行ってよかったなっていうふうに思いました。なので、まあ、僕はこれからね、あの、まあ、このケニアの経験を活かして、また今後にいろいろ繋げていきたいなと
思います。はい、なので皆さんもね、引き続きタムジョー YouTube を応援していただけたら嬉しいなと思います。これからもまた頑張ります。はい、ということで本日はケニア合宿でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。